3月17日、小牧小学校で3世代交流会が開催されました。これは地域住民の触れ合いの場として、小牧小学校区地域協議会が主催したイベントです。小牧小学校区地域協議会3世代交流会を始めさせていただきます。学区の中での3世代の交流という、なかなかそういう機会ないもんですから、地域協議会の方で、その企画してやっていこうと思ってます。今子ども会さんだとかなかなか集まらない状況の中で、我々ができることをやろうと、それが地域協議会の趣旨ですので、その交流部門の一環としての3世代交流会ということです。最初に行われたのは米の太鼓の皆さんによる和太鼓演奏です。米の太鼓は昭和56年に米の太鼓同好会として誕生して以降43年続く団体です。現在は小学1年生から75歳のメンバーおよそ30人で活動しています。今回のステージでは全7曲を披露しました。会場に鳴り響く力強い太鼓の音色に来場者の皆さんは聞き入っていました。また体験コーナーや客席を回っての演奏などもあり、会場が一体となって音楽を楽しんでいました。続いて登場したのは東海地方を拠点に活動するマジシャンの龍平さんです。国内最大級のコンテストでの優勝やアジア代表としてマジック界のオリンピックに出場するなど、国内外で活躍する龍平さん、この日も観客を巻き込みながら数々のパフォーマンスを披露し、会場を大いに盛り上げていました。何か入ってます。子供から大人までおよそ100人が参加した3世代交流会、訪れた皆さんにとって楽しいひとときとなったようです。楽しかったです。だけど太鼓を叩いたのはちょっと緊張しました。とっても楽しかったです。なんかマジックの人体がなんか浮くやつがとてもびっくりしました。マジックショーが楽しかったです。マジックショーがすごいと思った。太鼓とかそのマジシャンとかいろんな楽しいことがあって、なんか楽しく嬉しかったです。今日は太鼓の方の関連もあるんで、大勢の方に来ていただきました。本当にありがたかったと思います。ただこれがもっと広くね、周知されて、もっと多くの方が来ていただけるといいかなと思ってます。